ヤノペペ。名前の由来は、ヤノペがヤノペペになって、なんで名前がなくなってペペになった。学生時代の制服は、学生詰め入り。本当は文明。本当はさあ、はい、さあ今回はですね、はい、矢野さん、はい、私もやりましたが100の質問、はい、100の質問をやりたいと思います。了解です。もうどんどんテンポで、はい、行くんで、うん、考える間もなくで、それが自分が出るということになるんで、直感でもう直感で、はい、それではいきますよ。あ、はい、早速始めます。うわ、はい、お願いします。名前は矢野ペペ。名前の由来は矢野ペが矢野ペペになって、なんで名前がなくなってペペになった。髪型はパーマ。視力は 0.1 以下。今の服装はおしゃれ。利き手は斉藤。あ、右。足は速い。普通。ペットは飼ってないです。血液型は B 型。面白い3文字の言葉はお餅。よく言われる第一印象はそっけないですね。でも本当はそっけないことないよ。面白い4文字の言葉はオカルト。あれちょっと待って。テンションが上がる瞬間は娘迎えに行くとき。身長180センチ。体重65キロ。足のサイズは27.5。ひょうきんそうな定食屋の名前はひょっとこてちょっと待って。やってたアルバイトはゴンゲイとかガソリンスタンド。職業はお笑い芸人です。趣味はゴルフ。集めているものは革靴。性格は性格はのんびりしてる。周りに言われる性格は周りに興味がない。エロそうな野菜はおお、おなす。座右の銘は明日は明日の風が吹く。今までの一番の思い出は福岡に来たこと。今までで一番辛かったことは上京するとき。休日の過ごし方は娘と遊ぶ。長所はあんまりいろんなこと気にならない。短所は気にしなさすぎ。面白い5文字の言葉は5文字ちょっと待って。濡れせんべい。濡れせんべい6です。あ、6、ごめんなさい。待ち受けは待ち受けはエヴァンゲリオン。今食べたいものはアイス。新しいピースを教えてください。子供の頃はどんな子だった。活発。好きなものは最初、最後。最後。今欲しいものは部屋。最近買ったもの服。友人はどんな人が多い。いない。浅く広く深く狭く深く狭く。平均睡眠時間は6。寝起きはいい。悪い。いびきをかく書かない。面白い6文字の言葉はちょっと待って6濡れせんべい。朝起きたらタバコ吸う。寝る前にタバコ吸う。寝る時の体勢は右耳が下、はい、美容院に行く頻度は月1回。してみたい髪型はもうやってっからな。すごい。好きな食べ物はラーメン。苦手な食べ物あれ好きな飲み物コーヒー。コーヒー。
苦手な飲み物。牛乳。好きなお菓子は。酒のこの里。ひょうきんそうな転校生の名前は。いきなり鬼太郎。好きなアイスは。セブンのいちごのかき氷のやつ。好きなスポーツ。サッカーと野球。好きな場所は。家の隣の公園。苦手な場所。テレビ局。好きな花は。チューリップ。好きなアーティスト。ミスチル。好きな動物は。犬。好きな映画は。ダイハード。好きなアニメは。エヴァンゲリオン。好きなドラマ。池袋ウエストゲートパーク。好きなキャラクター。シーン。好きな色は。青。面白い色は。薄黄色ブラウン。あ、面白くない色は。赤茶。好きなゲームは。ゲーム、マリオ。好きなファッション。ちょっとゆったりとしたリラックス感の感じ。好きな異性のファッションは。ボイッシュの感じ。面白い異性のファッションは。ふんどし。好きな香り。バラ。好きなタイプ。竹を割ったような性格の子。苦手なタイプ。すごい自分のこと好きな人。キュンとする瞬間は。寝顔。冷める瞬間。すごいお金の計算してるとき。生まれて初めて発した言葉は。パパ。本当は。ママ。本当は。眩しい。眩しいもん。眩しかって言いました。学生時代得意だった科目は。国語。学生時代の制服は。学生爪襟。本当は。V ネック。本当は。着てない裸。本当は。ストライプ。ストライプ。最近の悩みは。悩みはですね、こうやるぞっていう気持ちにならない。尊敬している人は。親父。本当は。本当は、あの人、孫さん。本当は。鍋。ランド派シー派。ランド派シー派。ランド派。本当は。シー派。本当は。どっちも好きじゃない。どっちも好きじゃない。最近怒ったこと。怒ったこと。エアコンのつけっぱなし。最後の質問です。はい。今回どうでしたか。ちょっと質問が難しかったですね。本当は。簡単でした。はい、ありがとうございます。ちょっと待って、俺が、俺がやったやつ、その、違うんやけど。違った？なんか、ほら、なんか思い出の場所と、もう一回行ってみたい場所とか言ってたよ、俺なんか、面白いなんとかとか。いや、俺がたまたま調べたサイトがそれだ。本当はってなんなの。いや、だからそれでやっぱ矢野くんの人となりが分かったっていうことで。いや、ちょっと待って。いや、まあ本当はとか、まあ、あったんですけど、一応ちょっとあんの？いきなり鬼太郎っていう。いきなり鬼太郎っていうのは転校生のなんか狂気な転校生。いや、もう先生も聞いてなかったよ。先生も聞いてなくて、手続きもしてないのに、いきなりどうも転校生のいきなり鬼太郎ですっていう。そう、学校もなんかびっくりしてる。ひょうきんやなこいつって手続きしてないのにっていう。あとなんかさ、はい、聞き手はっていうところに斎藤ってどういうことですか。リッスンの方を聞く、今聞いてるやん。で、聞き役はっていうことで。そんな人はさ。怖いな、怖いな。こっちの方ね、こっちの
いや、聞いてます、斉藤って、ごめん。濡れせんべいは俺が授けたやつやな。お餅もなんか、いや、斉藤さんはもう困ったらお餅っていう、うん、で、斉藤さん俺にくれたやん、うん、濡れせんべいと棒だもん、うん、だからさ、まさか5文字のとこで出してるから濡れせんべいが6とは思ってなかった、うん、5やと思ってた、ごめん。あと、まあ一番怖かったのは、うん、やるぞっていう気持ちにならないそれだけちょっとノンフィクションだったなんだろう、こう、もなんかね、今グってなるんだよね、最近こうやるぞっていう気持ちにあんまりなれないっていう。まあまあ、そういう時もあるのかな。いや、ちょっと違うかったな。いや、でもあの矢野さんのことよく皆さん分かったと思うんで。やべ、また何かあったらやらせていただきます。いや、もう大丈夫です。はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。